こんにちは、直樹屋です。こんにちは。はい、さっきタイトルにもありましたメダカ泥棒についてです。こうやってちょっとお話しするのはちょっと初めてですから語りましょう。はいはい。あの隣町で、なんと隣町でですよね、メダカ泥棒が発生しました。もう拡散、その日にもうすごく拡散して皆さんに協力を仰いで、ちょっとあのこちらのご覧ください。 Nope。 見てください。メダカ泥棒の被害で親種をすべて失った。 Nope。 心ズタズタにされて泣いてらっしゃいます。 Nope。 はい、拡散しました。はい、めちゃめちゃ拡散させていただきました。本当に中央区で、まあもう熊本市なんですけどね、まあ、帯山っていうとこなんですけど、メダカ泥棒が発生しました。おそらく情報を知っている者も犯行でしょう。 Nope。 泣き崩れてらっしゃいます、うん、この多分情報を知っている者も犯行でしょうっていうことは、多分結構なんかそんな普通には見えないかも、見えないところでされてたのかもしれないですね、うんうんうん、だからその人がそこでメダカの飼育をされているっていうことを知ってないと、うん、ちょっとありえないんじゃないかっていう、うん、ありえない犯行だったかもね、ですね。で、心あるなら返してくださいと、うん、傷ついた心、気持ちは脳裏に記憶され、決して忘れられない、トラウマとなります。Nope。 はい。他人のものを盗む、こういった輩は後を絶たないです。はい。まあ、今に始まったことじゃないじゃないですか。うん。なんかこう、メダカ泥棒って結構昔から、まあ、よくね、SNS で動画が流れたりだとか、うん。ね、いろいろこう、拡散されてるのを聞いてましたけど。まあ、隣町ですよね。またさらに身近に感じてね。ね、うん、これを聞いた時、最初あなたどう思いましたか？私は怒りに震えました。怒りですか？はい、私はもう怒りです。怒りです。はい、私はですね、逆にちょっと恐怖を感じます。やっぱりこの敷地内に入ってるわけですよ、この人は。ねえ、入られてるわけですよ。怖いよね。で、犯人が捕まってないということは ですよ、ですよ、うん、犯人が捕まってないということは、うん、もうどっかからもしかしたらうちをまた見てるかもしれない、うん、ああ、取った後あのどうなってんだろうみたいな、うん、もう恐怖で仕方がないですよ、うん、カーテンなんか開けられないですよ、もう。ねえ、だって泥棒だもんね、うん、そうですよ、敷地内に入ってきて、ね、犯罪者だもんね。そうね、まあそのもの、まあ取ってるわけですからね、うん、所有物って言っていいのかちょっと例えが分かんないけど、うん、取られてるわけですよ。もう怖くないですか？うん、ね、怖いよ。じゃあうちのこの子たちが、じゃあ取られたらあなたどう思いますか？私は怒り狂って犯人を見つけ出します。あ、それ大事ですね、うん、犯人を見つけ出す、もう怒り爆発だね。怒り爆発ですね。この犯人を見つける、あ、見つけたい。確かにもうなんか血眼になって探すかもしれない。あ、本当にそれだけ、もう本当にもう爆発するかも、ね、爆発します。そんだけやっぱ気持ちも入ってるしね、うん、ね、飼育に対してはやっぱり時間もかかってるわけですよ、ね、だって毎日家にいた子がいなくなるんだよ、うん、ある日突然、ね、まあ、あとはですよ、うん、まあ、ちょっといやらしい話、そう、お金もかかってるわけですよ、うん、だから時間と、うん、まあ、お金の問題じゃないんでしょうけどね、うん、だからやっぱりそういうのも含めて考えると、うん、こんなんもダメですよ、うん、これも犯罪です、メダカ泥棒は。はい、はい、
メダカ泥棒は犯罪です。そうです。いいですか？はい。もうあと、残り時間ないので。はい。ちょっと言いたいこと、言ってやってください。はい。メダカ泥棒は犯罪です。絶対に許せないです、はい、そうです。許してはいけません。メダカ泥棒は犯罪です。